はい、こんにちは。今からスターウォーズ見に行きますよ。今日はね、いつも通り5、いつも通りね、GoPro Hero 6で撮ってるんですけど、今あれですね、駅の下じゃないわ、線路の下通ってるんで、トンネルの中だけど、明るさ大丈夫かな。いつもはね 4K30 まで 30p で撮ってるんですけど、今日は、4K60p の HEVC にして、 G-UN のスムースQ乗っけて撮ってるので、いつもとは違うソフトな手ぶれじゃなくてメカニックな手ぶれがあるんじゃないでしょうか。それでね、今映画館に向かってるんですけどね、駅前の、ちょっともうちょっと近いところに停めればよかったな、駐車場。ここから歩いて10分ぐらいかな、のとこにシネコンがあるんで。行くついでに今お塚木散歩収録してるんですけどね、これちゃんと撮れてるのかな。スイート、多分ね、ここの部分があれなんですよね、広角だと映っちゃってるから、こうすると、今これ水平に持ってるんだけど、棒をこう持つと映んないみたいな感じだから、だからこうジンバルの棒を縦に持つんじゃなくて、こうやって水平に棒を持つって、まあこっちの方が楽っすかね。ちょ、脇締めて持てるし、こっちの方が。HEVC でね、GoPro Hero 6撮るの初めてだから、これがどんな感じになるか楽しみっすね。今何分だ？映画が20分からだから、あ、まだ大丈夫だ、全然。ちょっと遠回りするか。こっちじゃなくてこっちでいいか。いや、でもこっち横断歩道ないな、動画的にまずいな。とりあえずこれ渡っちゃって、そう、スターウォーズね、グルドンでも散々なんかもう早く見とかないとやばい気がしてきたので、今日見に行っちゃうんですけど、今日偶然休みだったんで。年末の忙しい時期にみんなは働いてるけど、僕はスターウォーズ見に行っちゃいますよ。2時間半上映があるらしいからね。飲み物は買わなくていいよな。トイレ怖いしな。すごいなんか
映画見に行ってる途中、映画見てる途中でトイレ行くの、映画館でね、見てる途中にトイレ行くのもったいない気がするんで避けたいな。これはまだ撮れてるよね。ああ5分、今5分撮れてる。今日は明るくてじゃない、今日は暖かくて天気もいいから最高ですね。青です。渡ります。帰りは別のルートから帰りますか。同じ道じゃつまんないから。帰りはスターウォーズ面白かったつまらなかったみたいなネタバレトークになるかもしれないな。いや早くね、あのディスコードのとこにあるあのエピソード8ネタバレ専用部屋に入ってああだこうだ言いたいんですよね。もう本当それがしたいだけのために映画見に行くようなもんですよ。みんなと語りたいために。シネコンが見えてきました。前ねあの建物はあのゲオが入ってるから、そのシネコンがある建物は、スイッチ買えないの時にそのゲオで抽選会じゃんけんやって普通に外れて行った時にの建物なんで、その最上階にシネコンが、藤枝唯一のシネコンが、映画館があるんですよ。なんか他に話すことあったかな。あ、そうそう、ドラゴンボール今僕ね、今何にハマってますかって聞かれたらもう間違いなくドラゴンボールって答えるんですけどね。今ドラゴンボールをまた漫画の方を読み直してるんですけど、そのドラゴンボール最近ハマったきっかけになったのが、来年の2月かな、2月に出るバンダイから出るドラゴンボールファイターズだよね、あれ。ドラゴンボールファイターズっていう、格闘ゲームが出るんですけどね、ストリートファイターみたいな、ドラゴンボールの。それがねめちゃくちゃ面白そうで、 E3 で発表されたんですけどね、タイトルは。そのね PV がプロモーションビデオの第4弾かな、第4弾が今月公開されたんですけど、今月かなだと思うけど、あれがね本当見てない人いたら今すぐ見てって感じなんだけど、マジでやばい。何がやばいかっていうと、歌が流れてるんですけど、その歌があのドラゴンボールのアニメのエンディングの僕たちは天使になったって、あの歌が流れながらPV がねこうドラゴンボールバシバシ格闘してるゲームシーンが出てるんですけど、ちょっとねあれ 見ちゃったらね、うわードラゴンボールやっぱいいなって。でもやっぱドラゴンボールのテレビアニメ見てきた僕みたいなこっちはもう好きとか嫌いとかそういう次元じゃないんで、もうあれ見たらうわーうわーってなっちゃうんですよ。で今僕はもう買おうか買わないかで言ったら買おうかなって、今その2月に出るゲームね思ってるんですけど、で今暇だからドラゴンボールの原作漫画の方を読んでるって話なんで、ちょうどお店の中突入しますよ。今何分だ、今7分ですね。そう、それでドラゴンボールに今ハマってるんですよって
でもその著作権の関係だと思うけど、そのドラゴンボールの劇中歌、戦闘の BGM とか、ドラゴンボールの歌、オープニングとかエンディングとか、それこそ PV でもかかってた僕たちは天使だったとかは、あの本編には収録されてないんですよね、ゲームの中には。そう、 なんか多分ジャスラック対策とかだと思うけど、ダウンロードコンテンツらしいんですよね。ダウンロードコンテンツで1500円払うとそういうのが楽しめるらしくて、エスカレーターで GoPro きついな。エスカレーターで GoPro きついっていうか、あれだな、今から映画館行くのにカメラ回してるってのがやばいな。炎上案件だな。ダークタワー、知らん映画。妖怪ウォッチあります。妖怪ウォッチ、あります、あります、スターウォーズ。元気で、こうか。来た。皆様にご案内いたします。最終列車をお待ちいたしました。ただいまより6番目に11時20分に乗車。お。まさしくこれっすね。どこまで入れんだろうな。ちょっと指令とこのまま行ってみるか。ありがとうございます。6番スクリーンどうぞ。司令と大事だな。6番スクリーンです。スターウォーズ見てきましたけど、ここがすごいなんか様変わりしてて、入っていいのかな。すごい、なんだこれ、サンフランシスコみたいになってる。ビビキャン、駅前大学的なことなのかな。あ、外寒そうだな。てかこれちゃんと音声取れてる？大丈夫か。いや、スターウォーズ面白かったんだけど、あれなんですよ、映画館の館内が超絶寒かった。
あれ何なんだろうな、冬なのに、なんで暖かくしないんだろうな。こっちもなんか工事してますね。とりあえずディスコードで報告しとくか。ついにネタバレスレッドが見れるな。おもろ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 、スターウォーズ面白かったです。来た、よし、これでネタバレ晴れた。僕も今日からネタバレ民です。ネタバレしちゃうぞ、調子乗ってると。こっちがね、あの藤枝駅の駅南、結構盛り上がってる方ですね。再開発っていうのかな。藤枝ではイケイケな方です。ああ、それでドラゴンボールね。ドラゴンボールのネタ補足したいんですけど、ああ階段登るか。僕あのギルティギアとかブレイブルー、あのそのドラゴンボール作ってるゲーム会社がね、あのサイバーコネクト2じゃなくて、サイバーコネクト2じゃなくて、ど忘れした、ギルティギアとかブレイブルーとかペルソナの格ゲー出してるアークか、アークって会社がそのドラゴンボール、僕がさっき映画館行く前に言ってたやつを作ってるんですけど、そこのメーカーのねゲームはやったことないから。ここがね、自衛隊駅です。それでなおかつ 3-on-3 だから、マーベル VS カプコンスタイルですよね。だからこう自分がキャラ選択するときに悟空、クリリン、ヤムチャみたいな感じでキャラピックアップするんだけど、いやーもう堂々とネタバレこれ見れるな。うひょー、今ディスコード見てるけど、やっべえぞ。だから何が言いたいかっていうと、その ドラゴンボールはあのゲームのシステムを作ってるところも僕が全く遊んでない格闘ゲームのとこだから、っていうか僕ストリートファイターしか やってないから格ゲーなんて
楽しめんのかなと思うけど、なんかボタン連打だけでコンボ決めてプシュンって消えてカメハメハまで行けるらしいから、話によると、あとオープンベータもやるらしいから、そのドラゴンボール、ドラゴンボールファイターズ、乞うご期待ですね。あーとこれ最後になっちゃうけど、とかケツの方で話すの意味ないから、今ねこれ GoPro プロチューンモードで撮影してて、カラーの設定がフラットに初めてしてるんですけどね、つい今日 TJ さんが、あの香港在住のブルドーミンの TJ さんが、あの GoPro6 のカラグレー候補の動画上げてて、スーパーで息子さんと一緒にたこ焼きの材料買いながら、なんか たこ焼きの材料買うっていう動画をカラグレハウトゥーしてて、それすんごい面白いんで、ちょっと僕もそれ参考して、動画上げようかなと思います。じゃあこの辺で動画終わりますね。ではでは。